伝えなきゃいけないこと、誰も信じられなくなって、一人はいつも苦しくて、そんな世界で守りたい人。ですね、新年は明けましたが、僕の2015年はまだ終わっちゃいない。ありがとうございます。またまたしてきました。いよいよ、本番です。あと1時間。ついにやってまいりました、日本武道館。はい。一つになって、乗り切ろう。はい。ね、はい、おっしゃ。よろしくお願いします。で、行くぞー。はい。この長い尺八で、まあ、渋く吹こうかなと思って、まあ、あぐら屋根の上に登ったりしましたけど、そうですね、まあ、今日も楽しい撮影でした。今日は長かったですね。長かったですね。でも今まででは割と短い方なんじゃないですか、僕らの終わり方が。そうだね、早めに終わったし、はい、まあ、これから果たして、まあ、メンバー見送ってというか、見守って応援していきましょう。はい、私すごい PV 撮影ってすっごいしびれるぐらい疲れるけど、私すごい好きなんです。楽しくて、思ったよりも早く帰れそうですねじゃあちょっとこれで、おはようございます。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 罰ゲームみたいな。やぶー、ネタでしょ。ゴリスですよ、ゴリス。Absolutely in love with shamisen. Benny, are you a fan of Benny? Hi. Okay, what's up, New York? You having a good time? 自由の女神が見えてます。ありがたやありがたや。今回はだからこの3人が仲良くなる旅なんだね。多分ね、コンセプトはね。チェルシーマーケットにやってきます。これから建物の中に入るんですけど、何があるんでしょうか。はい、店内なんかいろいろありますね。今からチャームはいはいいます。でも一旦ブレスレットはちょっと残って、はい、2つ持ってるのは何なんですか。
服は片方は自分の。あ、自分用の。あ、でも同じものがね。え、これ可愛いんだもん。なるほどね。ファンの方には同じ、はい、あ、お揃いになるわけですね。これから私が選びます。で、ちなみにこんな感じで、あ、結構かかってますね、選ぶのに。すいません。最初はね、ダイさんこれがいいって言って、そう、これで終わらせるつもりだったんだけど、なんか細かいのいろいろつけたらいいんじゃないかって選ぶのがこんなにたくさん。クロナさんの選べました。はい、いいですね。あ、これはクロナさんとお揃いのネックレスが。はい、ということでですね、はい、だいぶ時間をかけて、プレゼントをちょっと作ってきましたが、はい、あの市場の中に入ってきました。ではでは、昨日のライブはお疲れ様でした。はい、また次もありますので、はい、そうですね、つかの間のこの時間も楽しみましょう。はい、それでは乾杯。夜のタイムズスクエアやってきました。まあ、せっかくね、来たならね、ちょっとチャレンジしようじゃないか。まず一発目、キャラで行くぞ、せーの、オリアッサー、オリアッサー、オリアッサー、名古屋の調子はい、そういうことで、名古屋初日が終わりました。全国ツアー2回目になりますね、2週目になります。1日目というのはすごく緊張するんですけど、すごくいい感じでできたと思います。なんで手入れって言うんでしょ。今日大阪ですね。大阪の皆さんはですね、ちゃんとオチをつけないと意外とあれなんですよ。みんな待っちゃうんで、オチを。2日目なんですけども、なんか積み重ねっていう感がすごくいいので、出ちゃえばいいんだけど、出るまでがいつもそうなの。でもホームじゃないですか。だからですよ。ラバです。今日はね、いつものコーナーでね、クロナさんが答えるんで楽しみです。じゃあ3回目、はい、福岡です。はい、じゃあクロナさんお願いします。いくぞ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。今日の回答者はこの人、我がクロナ。最後に泣かせてドーンしたのはいつですか。今朝。和太鼓どうに変わる掛け声を今ここで叫んでください。締め太鼓10。はい、福岡公演終わりました。ありがとうございます。和太鼓、いや違う、締め太鼓10。やってまいりました、広島。久しぶりです、この会場。はい、広島。ただ僕たちはひたすら楽しみましょう。行くぞ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。
俺わさび。ここ広島。今度は僕は今だじゃ、今フェイちゃんルーや。今のもの財源じゃ早。とりあえず一番しんどかったのが質問コーナーなんですけど、あの一言言いたいのが、どこで俺ラップ得意と言った。僕中学校卒業して札幌に出てきて一人暮らしを始めたんですけど、イングヴェ・マルムスティンというギタリストがですね、ここ全部札幌でやって、それがあの僕が親元を離れて初めて札幌で見たライブだったんです。めちゃくちゃ気合が入ってます。ぜひ、何年の力を貸していただきたいか、はい、存じ上げます、はい、くそアリラッサーアリラッサーアリラッサー。はい、今日は会場者はもちろんたちのマシンガー、地元北海道が言葉で思い切りお客さんを煽ってください。なまらいめ自分にとってはとても大切にしている場所なので、たくさんのお客さんの前で演奏できて非常に光栄でした。今日は新潟公園ですね。お米が美味しいの。どうした？このお米パワーで今日も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。新潟で暴れたいと思います。皆さん、痛い痛い、よろし、痛い痛い、よろしくお願いします。ドーン！全国ツアー6本目、折り返し1本目になりますが、ここからですね、また気合い入れていきましょう。ドーン！ありがとう！歌う地歌の総曲とはどんなものですか？いつっていう。本当にね、本当にエキソバトン、エキソバトン。今日はですね、新潟で八門八頭っていうやつで僕の番だったんですけど、地歌をね歌うところが歌詞が全然埋まらせなかったから、今度この子と一緒にですね、まあなんかそんなのもやってもいいですよね。いやー、はい、黒瀬やってまいりました。はい、やってまいりました。東京今日1日目。はい、あのね、今日は私あれなんですよ、答える人黒瀬あるから今朝から噛んだの全部楽しむさ。イエーイ、楽しもう。そして今日の回答者はこの人、ボーカル鈴原優子。イエーイ。チュッパチャップスをエローく言ってみてチュッパチャップスはい、次、今月誕生日を迎えたドーンで有名な和楽器バンドメンバーといえば誰でしょう？というわけでゼップダイバーシティの2日目ですね、というわけでですね、まあ、もうゼップダイバーシティをですね、揺らせ揺らせみたいな感じで揺らしていきたいと思います、昨日はクロナさんのお誕生日を祝ったんですけども、今日も張り切って頑張っていこうと思います。はい、じゃあ皆さんですね、今日はゼップダイバーシティの2日目ということで、ツアーとしては8本目です、はい、それじゃあクロナさんよろしくお願いします。はい、はい、いくぞ。アリラッサー、アリラッサー、アリラッサー。お立ち台の中央に立って渾身の一発ギャグでお客さんを煽ってください。そしてみんなに発表があるんだ。俺たちも戦ってきた。最終的にやる罰ゲームが今日発表になります。罰ゲームの発表をします。バンジージャンプ。
分かってましたけどね、どうせそういう系は。